ほら、口答えしない。お洋服マジネカそこの白と黒と茶色の服を着てる人だよ。いやだ、チャイと同じ服装の人だよね。はい、そうだよ。お洋服使わないでほしいよね。もうこのお洋服一枚で猫ちぐら変えちゃうからねって今言ったばかり。お尻の方ばっかりやりすぎだよね。これチャイのお気に入りのお洋服なの。やめなさい、カリンちゃん、スタッフさん止めて。もちろんだよ、デブ猫デカ。お洋服、このふっくらした感じはお洋服だよね。ほんと失礼しちゃうよね。あ、そうだったよ。早く乾かないかな。今日ね、あれ着てパーティー行くの。でもどれにしよう。今日は大人っぽくロング丈かな。それでは皆さん、今からチャイは猫界の常識を覆します。この鉄棒で懸垂をします。よーし、 1,2,3 ぐらいのペースでやるよね。よし頑張れデブ猫。これはお洋服です。いけいけ。なにあのギャラリー、失礼だよね。よーし、いつもやってることだから自信持ってチャイ、しっかりと動画に記録して猫界の歴史に残さないと。いけるいける、チャイはいける、絶対いける。精神統一入りました。お、やっと精神統一入ったよ。でも精神統一投げんだよな、意味ないのに。最後は鉄棒をぐるーっと回って大回転をしよう。よし、成功のイメージができた。なんか落ち着かないよ。カリンちゃん、そう？なんかすごい視線を感じるんだよ。どこどこどこ、もしかしてこっち？カリンちゃん大丈夫、後ろには何もいないよね。そうかな。ご安心。すごいデブいオーラを感じるよ。それは勘違いだねえ。ほら、TJ こねろ、ほら。おお、カリンちゃんお光だ。 TJ のことすごく信用してたのに。ちゃ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 、始まったよ。おお、また明日お家に帰ろう。あ、感動するよ。生まれ変わったら、またジャイちゃん感動してる時に何？いや、気のせいかも。待ってもいいかな。今もう一度君に伝えた。はい、そこの学生二人組、早く家に帰りましょうね。え？そりゃ5時までだよね。ほら、口答えしない。お洋服！このふっくらしてるのはお洋服だよね。もういいから早く家に帰りなさい。もう、最近の若い子は、失礼しちゃうよね。そんなこと言われても、パトロールしなきゃ。やだ、もういやらしいその触り方やめて。何？もうやだ、椅子を回転聞かせてくる。こうやって指持ってっちゃうよね。メロン、スタッフさん、やめなさい。そうやって男を優しくするとつけ上がるよね。はい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 、すん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 、おすんすんすん、おすん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 、うー、ピンクアイスクリームだ。おー、これはやばいアイスクリームだ。
ポー、アイスクリームかい。この豪快な男らしい彼のアイスクリームの食べ方をみんな見てくれよ。ピンクいのこっち来なさいって言って、回転キャッチ。届かない。仕方ない、カリがそちらに向かおう。スン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 、これはやばいやつだよ。ちょっとピンクいの来なさい。回転キャッチ、反動が足りない。回転キャッチ、ちょっと取って。続く、マシヌカー。